はい、ですね、はい、今回じゃあ、例の1番って書いてあった家入戸社で1番のその箸の巻き、うんうん、やり方みたいなので書いてあったのが、はい、要はフロストジャーミネーションって言って、うん、雪の中に種をまいてから埋めるっていうね、はい、白馬はまだまだ雪たくさんあるんでね、今のあのタイミングが最高かなと思ってね、うん、ちょうどね、いいですよね、雪も残ってますね、めちゃめちゃ残ってます。それとあとね、8番9番でしたっけ、はい、8番、そうですね、8番9番ですね、が低温の処理をした方がいいっていうね、うん、はい、管理だったので、実際今回それで調べるとこの4種が、はい、今回今日2月の27ですね、巻いていきたいなと思います、はい、じゃあ早速いきましょうかね。いきますかね、はい、はい、じゃあ藤井さん、まず例の1番、はい、要はフロストジャミネーションが必要なやつ、はいはい、まあ、読めないですこれ実際読めないですねなんかよくわかんない、はい、X から始まるよくわかんない植物、はい、あの葉っぱはねグラスみたいな細い葉っぱで、はい、なんかね、リアトリスの白花みたいな、うん、白い穂咲きの花が咲くやつでしたね、はい、でこれはねロマティアナムっていう、なんかねこれはセリ科だと思うんですよ。で僕も大好きなシルバーリーフがめっちゃ綺麗で、あ、花がピンクでしたねこれね。そうなんですよ、ね、これ綺麗でしたね、綺麗だなと思って、でこれどっちともその雪の中に、はい、入れろってやつなんで、はい、これはもう全量ここに撒いちゃおうかなっていう、うん、はい、うん、感じでした。ちなみにあのこちらなんですけど、はい、昨日ちょっと自分があの入れたんですけど、下はねここにちょっと見えますかね、形跡、水はけよくしてるんですね、うん、形跡をこれぐらいまで入れて、はい、でそこに芝の芽土をまたいつもの、うん、予算不足のため芝の芽土を入れて、はい、で最後に、軽く薄く形跡を、はい、あの振ろうかなと思ってます。はい、基本的にあの種がね、大きいものはちょっとあの深く植えた方が土をかぶせた、はい、覆した方がいいと思うんですけど、小さいものに関しては多分そのままでほとんどいいと思います、はい、ちょっとまあ押すぐらいはね、うん、してもいいと思うんですけどね。わかりました、ちょっとそんなんでじゃあやってみますね、はい、はい、いやこれウギさんちょっと予想外でしたねちょっとね、なんか暇なんだねみたいななんすかこれ、これこれちょっとちょっと変わってますね、これのと違うですねこれ、臨場ですねまだね、これなんだろう、刺して入れますかね。そうですね、なんかよその上に、いやいやこれはちょっと予想外でした ね、いきなりこれなのか、はい、刺した方が良さそうですね、ちょっとじゃあ、1つに5つぐらい刺してみますかね、はいはい、ちょっとでかいですよこれね、でかいっすね、2センチぐらいですか、めっちゃでかい、これこうやってこんな感じでいいですかね、わからんですよこんなの、なんかこの羽というかが、はい、ボロ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 崩れて、いろいろ巻きたいからちょっとな、 10個ぐらい、10個はいかないにしても、どんだけ発芽するかですね。そうそうね、いやいやいや、いやマジで、うん、これ手で持って刺せるの、刺せるっていうか巻けるのはなかなかないですよね、本当に細かいのが多いから、そうポピーのね種なんかね、もうね基本、うん、なんこれめちゃくちゃ細かいですもんね、種これ入ってんすかね、うん、目に見えてわかるもの、種って感じです、パリって割れちゃうんすよ刺すとパリッと割れちゃうっていいのかな、うん、いいよこの立て、なんか立てない方がいいの、ほらこれやばくないっすか、やばいっすね、横の方がいいかもしれないですね、よくないっすよね、次横にこれで、ね、袋してみます、ね、ちょっと思ったのと全然違ったな、こんなでかいですね、そうですね、いやいやいや、バラ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 、これなんかもう割れちゃってますもんね、これなどんな感じで出ますかね、芽が出てくるかですよね、これぐらいですか、それでこっちもう一個いきますか、はい、結構ありますよね種数、そうですね、だいたいね50粒ぐらいっていう風なワンポーションで買うと、うん、なんですけど、まあそれで言うとちょっと少ないかな、そうですね、うん、20、30、20ぐらいですか、
そうですね、ちょっとこの量はなんかよくわかんないんですけどねなんかちょっともうちょっとまともな動画を撮ろうと思ったのに、ね、なんかポテトチップスをでもこれ種をまいてるっていうのはしっかりわかりますけどね、ちっちゃくて黒いのなんかもうわかんないですけどね、撒いてますって。あとはもうこれダメっすよね、こんなもうなんかもう種じゃないようなこの端が割れて、うん、っていう感じですよね。これが種ってことは絶対ないと思うかな、うん、あこれか唯一言えば、はい、あとはもうないっすね、はい、まあ、でもまあ20ぐらいですかね。そうっすね、うん、こんなんで、はい、で第2弾なんですけど、ね、この例の読めないやつ、読めないやつ X から始めます、ね、X から始めるやつちょっとこれじゃあ、あ、これはみずさんいいっすよ、これ見やすいっすね、見やすいっすね、細かすぎずいいっすよね、うん、なか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 いい、わかりやすい種ですよね、わかりやすいっすね、黒でもないから、はい、あの土に溶け込まなくてわかりやすいっすね、撒いた時にわかりますね、うん、じゃあいきますか、はい、はい、一気にこう出ないように、そうですね、少しずつ太鼓のように震わせながら、これ結構種入ってそうですね、そうですね、うん、50ぐらいは余裕で入ってる気がしますけどね、うん、やべえ全集中になっちゃいます、これワントレでワントレでどうしましょう、もう一ついきますかね、これいきますか、はい、じゃあでも条件は全部同じでやるってことですよね、このフロストジャーミネーション、そうですね、フロストジャーミネーションはこうやって巻いて、まあこれは覆土しますもんね、そうですね、軽くやってちょっとやっぱこっちが多かったからちょっとこんな感じでいいかな、はい、よいしょ、こんなんで、はい、クリーンさん、はい、覆土どうしましょう、ちょっとやった方がいい気はするんですけどね、まあ、ちょっとでかいっすもんね、種がね、そうですね、基本この辺はちょっとちっちゃかったけど、あれから立ってなかったな、巻いて、はい、この後はフロストジャーミネーションだと雪の下、雪の下ですね、入れます、そうすると雪の重みでなんとか抑えれます、抑えられるは抑えられますね、僕いきなりこの芸石を上に覆土にしようかなと思ったんですよ、はいはい、まあ覆土するならまた芝の目土うっすらやるか、うんうんうん、ちょっと迷ってるんですけど、ね、とりあえず軽く入れときます、入れますか、うん、あもしくは2つあるから1個ずつやりますか、やってみますかね、ちょっとそれもいいですよね、原的でいいかもしれないですね、了解しました、やってみますか、はい、なんか普通にこう種まくときって種隠したくなりますよね、はい、なりますよねそうですよね、このままじゃちょっとあれかなって思っちゃうんですけど、唯一でも困ってるのはマンドラゴラですね、うん、マンドラゴラは1個しかないから、うん、これがここでした ね、マンドラゴラはちょっと慎重にマンドラ一番高いですから ね、だってでも種も本当にこう高校生種子とかあるじゃないですか、 ありますね、やっぱり日が当たらないとそれは覆土しちゃいけないし、そうですね、そういうのは書いてありましたもん ね、これはそれに全部該当してはいなかったですね、あと本当に光嫌う健康性種子とかね、そうですね、これは全部書いてないんで、じゃあこんなもんか、こんなもんすか、でマンドラゴラもやっとか、軽くだけ軽くやりますか、これちょっと殻が強そうですよね、そうですね、ちょっとめちゃめちゃあの水分吸わせたいから、うん、やっといた方がやっぱいいかな、はい、こんなんで、うんですね、じゃあ、あと半分は形跡いきますか、形跡いきます、はい、はい、でそして形跡いっちゃいますか ね、はい、これがタリクトラム、今種子が隠れるぐらい、そうですね、軽くってことですね、軽くですね、これはあの我が父オーディン様の
やり方なんですよね。ああ、形跡を。形跡を引くっていうのは、うん、結構いいみたいです、やっぱり。あの、意外と頑張って、あの、ちゃんと巻いてやると出ないやつってあるじゃないですか。はい、うん、結構エリンジウムとかね。エリンジウム出ないですよね。出ないですよね。こういうところにやると途端に発芽率が上がるんで。意外と砂利のところで普通にこぼれ種でレブンとかすごい出てますもんね。エリンジウム。めっちゃ出てる。まあ、それと同じようなそうです ね, ですね感じにしたいな。下は土があって。そう、本来はあの藤砂をね、はい、やりたかったんですけど、今もう富士砂ね売ってないじゃないですか。なかなかないですね、あれね、細かいやつね。そう、あとはこの感じね。ここはちょっと種がすごいですね。出んのかよ、なんだよって感じですけど、どんな風に芽が出てくるかって感じですね、種からね。いや、え、これにもやりたいですよ、やっぱり。これにも、あ、これにもね。じゃ、芝の目つきやった上に少し形跡をする。そうですね、形跡を。なんかね、要は乾かさないためにやるみたいですね、うんうん、これは。ちなみにこれ下形跡じゃないですか、はい、形跡とサンドしてるみたいですね。この時期なかなか巻かないですからね。そうですよね、うん、そのフロストジャーミネーションっていうこと、ふみさん知ってました？いや、初めて聞きましたよ、ね、うん、でもただあの冷蔵庫とか冷凍庫に入れるとかってよく、はい、ね、ビオラとかよくやるから、うんうん、そういうのは、まあ、知ってましたけど、その雪のね、うん、水分が必要なんてあんまり気にしてなかったじゃないですか、ね、寒さっていうかね、うん、これで出たらちょっとめちゃめちゃいいんじゃないですか。いいですね。よし、はい、巻けましたね。で、あと完遂ですね。はい、はい、全部巻き終わりましたね。なんかオセロみたいな。オセロみたいな。全部白です。じゃあ一応完遂します。はい、これ例のあのハス口をつけたやつですね。つけたですね。あの例のね、ホーズのね。できます。はい。それ2リットルぐらい入るんですか？1リットルぐらいですか？1.4 だったかな。それぐらいなんですね。まあ、こうやって今多分外気も今日で今の時間だと5度ぐらいでしたね。そうですね、うん。でも夜になるとまたマイナス。マイナスですね、うん。マイナスですね。ただ雪の中に入れればね。はい。その中は0度前後っていう感じでしょうかね。うん、それ で土も浮かないと思うんですよ、やっぱり霜柱とかね、そうですね、うん、なんないから。でもう雪掘って、はい、あの作ったんですよ、場所作ったんですね。場所作ったんですよ。準備万端でした、ね、はい、じゃあこれ持っていきます、ね、はい、はい、じゃあレブがもう掘ってあった。そうそうそう。だいたい今でどれぐらいですか、雪今45銭ぐらいですかね、うん、そうですね、うん、50切るぐらいですかね、今ね。そうですね、はい、だいぶ減りましたね。まあ、ただいくらでもまだあるんで、はい、北側はもっとこんなもんじゃないんで、うん、持ってこれますね。持ってこれますから、はい、これでだいたい4週間はね、あの必要かなと思うんで、フロストジャーミネーション、はい、なんでまあ言ったら3月末ぐらいまで、そうですね、あの雪がしっかり残ってればいいのかな、うんうんうん、白は絶対行きそうですね。大丈夫ですね、じゃあかけていきます。はい、もう雪というかもうシャーベットみたいな感じですね。雪中、雪中なんとかする。結構ニュアンスとかあるじゃないですか。熟成させるような、ありますよね、甘みが出るみたいな。これはまあ種が出るかどうかですね。あ、でもこれいいですね。なんだ言って、うん、種で1万円ぐらい買ってるから、出なかったら悲しいっすよね。そうですよね。やっぱりちょっとかけてきましたね。そうですね。はい。はい。どうですか？ほぼ
前の形に戻りました。そうですね、元通りにどこに植わってるか分からなくなりましたね。この辺だったと思う。まあでも春今年雪少なくて、そうですね、掘るには良かったですね。そうですね、あと今日のこの天気本当に、ね、なんかシャーベット状で、ね、意外と楽でした。楽でしたね、うん、じゃあこれをあと4週間、そうですね、3月末までやって、ね、その頃に大体溶けてるんじゃないかなっていうところで、あとはね、また番号で、はい、その、レイアン書で管理するとか、うん、発芽後は、うんうん、あったんで、その種類ごとに、そんな管理をしていければいいかなと。はい。わかりました。やっていきましょう。ちょっと、楽しみですね。はい。これが、出てくるかどうか。そうですね。はい。じゃあ、お楽しみに。はい。はい、皆さん、フギンさん。はい。お付き合いありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。結構なんか面白かったですね。そうですね、ちょっと実験的なところがあって、ちょっと自分もやってみたいなって。あるでしょ、もう、はい、本当にこの時期にまくって用はなかったからね。そうですよね、やっぱり暖かくなってからまくもんだっていうね、こう全部均一でまいてたんですよ。やっぱり、実際に、オーナメンタルグラスは、もうフミンさん言うように大体の品種は、はい、まあ春先というか、温度が上がってきてから、巻くっていうところだったんですけどね。だけど、なんか、ふみさん言ってたじゃないですか。はい、岩栗。そう、岩栗は、フロストジャーミネーションのところに分類されてたんですよ。あれ、やっぱり、種が結構でかいから、雪の天水でふやかせるために、はい、まあ、そのフロストジャーミネーションが必要っていうことなんじゃないですかね。どうですかね。でも、ちょっとね、去年もらったじゃないですか。あ、はい。いや、早速やってみようと思って。またぜひぜひその結果も聞かせてください。ね、はい、もうちょっとソロで撮れたら、撮りますね。ああ、ぜひぜひ、楽しみだな、はい、それ、はい。ちょっとやってみたいですね。俺適当に撒いたらそんななんか出てみる感じなかった。逆にちゃんとして撒いたら、もしかしたらね、そうですね、いいかもしれない、ね。わかりました。あと、これですよね、兄さん。ああ、これすごいっすね。これね。やばいっすよね、これ、うん。ちょっと中見させてもらいましたけど。すごくないですか、これ。いやー、これ、ちょっと、かなり、いっちゃってるんですよね。いやー、すごいっすね。そう、で、意外と、僕、もともとバラやってて、はい、例えば、ロサムルティフローラっていう、まあ、一番日本のノバラってよく原種であるんですけど、はい、まあ、ロサムルティフローラ、ムルティフローラって普通に使ってたんですけど、はい、よくよく考えたら、まあ、ムルティっていうのが、まあ、マルチとかっていう同じ意味で、はい、その複数のとか多数のっていう意味があって、うんうん、はい、まあ、フローラは花っていうところで、うん、まあ、たくさん開花するバラですよ、うん、みたいな、意外と勉強になるんですよね。確かにその花をこう、はい、ちゃんとした、その花を見てこう学名つけてるってことですよね。そうですね、うん、そのバラの特徴がね、うんうんうん、その名前を見れば、はい、もう一目瞭然というか分かっちゃうっていうかね、めちゃめちゃムルティフローラたくさんね、花生って言って、たくさん花がつくんで、まあそういうところで、やっぱりその名前がついたっていうことですかね。はい。ちょっとこれもまた今度見させてください。もう全然いいんすよ。また変態が一人増えるみたいな。ミイラ取りがミイラになるみたいな。ぜひぜひ、はい、まあ見てください。わかりました。はい。じゃあ、ですね、今回は、フロストジャーミネーション、はい、この時期にね、この雪のこんな時にね、まく、ハシュのやり方ということでご紹介させていただきました、はい、このね、動画がね、参考になった方はぜひね、グッドボタンと、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。お願いします。